ウェストランドタイプオーティニ国立公園とは、ニュージーランドの南東にある、青キ・マウント、クック国立公園の西隣に位置する国立公園。1960年に国立公園に指定された。面積は1175平方キロメートルで、南アルプス山無役の氷河が公園に含められている。多くの湖、さらに沿岸に沿って古い金採掘現場もある。 フランスジョセフ氷河、フォックス氷河、ウェストランド対ポーティニ国立公園はタスマン海からわずか1 0トルしか離れていない。しかし、海岸線からわずか1 0トルで2 0 0 0ルを超える急峻な山々がそびえ立つ。急峻な山々の渓谷には2つの著名な氷河がある。一つが1865年にオーストリア帝国の地理学者、ユリウス・フォンハーストが探検し、 皇帝フランツ・ヨーゼフ一世にちなんで名付けたフランツ・ジョセフ氷河である。もう一つがフランツ・ジョセフ氷河の南2 5トルに位置するフォックス氷河であり、こちらは1869年から1872年にニュージーランドの首相を務めたウィリアム・フォックスにちなむ。二つの氷河は共にオンタイタウリンが生育しているところまで氷河の先端が伸びている。 現在のウェストランド対ポーティニ国立公園に最初に居住したのはマオリ族の人々である。彼らは翡翠を探しているうちに定住した。ヨーロッパ人がこの地に退居して住むようになったのは国立公園内で金が発見された1864年から1865年のことであり、ピークで交付は1万6000人に達した。しかし、この地域に訪れた。 ゴールドラッシュは1年半も経つと運産無償し、ゴーストタウンのみが残された。この地域が観光地として脚光を浴びるのは1900年代に入ってからのことである。公園内に残る氷河が観光の目玉となった。東に隣接する青きマウント、クック国立公園の拡張も提案されたが、1960年3月29日、 独立した形の国立公園となった。1983年にはカラングアケ国上流部が国立公園に編入され、さらに2002年、2010年にも拡張されている。ウェストランドタイプオーティニ国立公園では様々なアクティビティが行われている。トラッキング、登山、スキー、マウンテンバイク、カヤックが行われているが、この国立公園の最大の観光スポットは、 二つの氷河である。二つの氷河の上を歩く氷河ウォークとは、フォックス氷河、バレーウォークとジョセフ氷河ウォークである。abcde、e,、フィーチャーズ、デパートメント・オブ・コンサーベーション、二千十三年九月二十二日閲覧。フォックス・グレイシャー・テモイカ・オー、ド・アーウェイ・バレーォーク、デパートメント・オブ・コンサーベーション、二千十三年九月二十二日閲覧。 フランツ・ジョゼフ・グレーシャー、カーロ・イマタ・オヒネ・フカテレ・ウォーク、デパートメント・オブ・コンサーベーション、2013年9月22日、閲覧、ありがとうございます。